世界のジャパンチャンネルへようこそ。2011年の福島原発事故以来、私たちも耳にすることが多くなった放射線という言葉。大量に浴びると人体に影響を及ぼすと言われているため、気になるという人も多いかもしれません。当然お隣の国でも関心が高いのですが、その放射線の量を計測してみるとまさかの結果が出てしまいました。今回は日本のあるデータにお隣さんが反発に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。2019年、外務省が韓国にある日本大使館の公式ホームページで、福島県内の福島市、いわき市、そして東京都とソウルの放射線量率の公表を始めました。原則毎日更新しており、ツイッターのタイムラインにその日の放射線量を掲載。過去のデータをアーカイブ化していて、すべての数値を見ることができます。日本国内の数値は地方自治体や原子力規制庁が提供したもの、韓国の測定値は原子力安全技術院から引用したものとなります。放射線量はマイクロシーベルトという単位で表され、これらの数値は1時間あたりに浴びる放射線量を表しています。公開日である2019年9月24日の数値を見てみると、ソウル市が 0.119 マイクロシーベルトだったのに対し、新宿は 0.036 マイクロシーベルト、福島市は 0.132 マイクロシーベルト、いわき市は 0.060 マイクロシーベルトという結果に。ソウルの空間放射線量が東京のおおよそ3倍であり、福島市とほぼ同じ値となっています。日本政府の狙いは、それぞれの国における放射線量に差がないことを示し、東京電力福島第一原発事故以降の放射能汚染に対する懸念を払拭したいため。河野太郎さんも自身のツイッターで、私が外務大臣当時に指示した空間線量率の掲載が始まりました。隣国において日本の放射線量についての関心が高まっていることを受けての対応です、と書き込んでいました。福島第一原発に近い福島市とソウル市の数値がほぼ同じというこの結果は、韓国の人々にとってかなりの衝撃だったようで、さまざまな声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。そんなバカな、東京よりもはるかに多いだと？福島と同じ？ありえない。日本が数値をごまかしているに違いない。あの国が出してきたデータなんて信じられないよ。でたらめなデータを出してきやがって。そういうのは中国だけで十分なのに。日本は日常的に数値をいじる国だからな。原発が爆発したところとソウルが同じ？どんな逆だよ。測ったやつは誰だ？国際原子力機関にもう一度測ってもらうべきだ。そうだ、国際機関のデータを公表しろ。日本の数値はビルよりもはるか高い上空で放射線量を測ったんじゃない？汚染物質で溢れている国がこんなに低い数値なわけがない。自然放射線量と原発事故の放射線が同じとでも言うつもりか？韓国人でもソウルの放射線量は高くて危険だと言い張るやつがいるが、そいつらは福島へ行けばいい。ソウルの方が高いのは事実だろ。もともと自然放射線量が日本より高いんだよ。そう、放射線量の高さは事実だが、自然の放射線と原発事故で流出した放射能を同じもののように語るのが問題なんだよ。韓国の放射線量が高いのは花崗岩にラドンが含まれてるからさ。俺たちの国はもともと数値が高い。しかしこのデータで分かったことは、福島の放射線量が日本の他の地域より高いことが事実だということ。以上が韓国の人々の反応でした。日本のデータは信じられないという声が多く寄せられていましたね。また韓国の数値は自然放射線の影響だというコメントも多かったのですが、自然放射線とは一体どのようなものなのでしょう。
韓国の人の言うように原発からの放射線と違いはあるのでしょうか。私たち人間は宇宙からや大地、飲食物などからも放射線を受けています。これらの自然界から受ける放射線を自然放射線と言います。この数値は地域によって様々で、日本の場合は年間約 2.1 ミリシーベルトほどですが、イランのラムサールなどでは大地からの放射線だけで年間 0.6 から149ミリシーベルト、インドのケララでは 1.8 から35ミリシーベルトとなっています。これに対して病気の診断などに用いられる X 線撮影や原子力発電などで生まれる人工的に作られた放射線を人工放射線と呼びます。人工と聞くと体に悪影響を及ぼす気がしますよね。しかし実は人工だろうと自然だろうと受ける放射線の量と時間が同じなら人体への影響も同じなのです。どちらの放射線もアルファ線、ベータ線、ガンマ線などの物理的な性質は同じ。そのため同じ種類、同じエネルギー、同じ量の放射線が同じ部位に当たった場合、体に及ぼす影響は変わりません。自然放射線は体に良く、人工だと体に悪いというのは全くの勘違い。韓国の人々が主張するような自然放射線だから大丈夫は、そう信じたい気持ちから来た願望だったわけですね。放射線の種類は別にしても、確かに韓国の放射線率が高い理由は自然放射線が影響しているかもしれません。コメントでもありましたが、韓国の地面の下の地殻を構成する岩石、基盤岩には花崗岩が広く分布しています。花崗岩には放射線を発するラドンが含まれているため、地面からもラドンが発生しますし、コンクリートの骨材に花崗岩が使われていたりすると室内でもラドンが出てしまいます。自然放射線の年間平均が日本は 2.1 ミリシーベルトに対し、韓国は3ミリシーベルトとのことなので、わずかながらでも放射線量の多さに影響があるのかもしれません。そして韓国では自然放射線だけでなく、たびたび人工放射線に関する問題が起こっています。2011年にはソウルのノウォン地区内の道路2カ所で通常より10倍高い放射線が検出され大問題に。道路の舗装に使われたアスファルトの原料に放射線物質セシウムが混入していたことが原因でした。韓国原子力安全委員会によると、この道路に1年間毎日1時間いたとしても被曝量は年間許容量の半分以下。そのため韓国政府は健康被害の恐れはないと公表しましたが、住民の不安を受けて当該箇所のアスファルトを撤去。その量およそ330トン。さらにこの後の廃棄にも問題が起きており、なんとこの廃アスファルトを公園に投棄。批判を受けて移動したのですが、それも区の事務所の裏の空き地に移動しただけ。その後2年間もの間置きっぱなしだったそう。また2015年にはキョンギドのあるアパートで通常の5倍近い放射線量を検出。こちらも同様に外壁に使われていたセメントに放射線物質が混入していたことが原因とされています。2021年にはウォルソン第一原発から20年もの間放射線物質が漏れていたことが明らかに。ウォルソン原発では1997年に使用済み核燃料を保存するコンクリート製の貯蔵槽で亀裂が見つかり、補修工事を行っていました。ところが民間調査チームが報告したところによると、補修後にも防水膜に穴があったり、継ぎ目から漏れがあったのだとか。つまりこの頃から放射線物質を含む汚染物質が漏れ出ていたと見られているのです。このように韓国では放射線に関する人為的な問題も多く、自然放射線が多いから放射線量が多いとは言い切れないのが実情です。放射線物質と聞くと体に悪影響を及ぼす怖いイメージがある人もいるかと思います。では実際に放射線を浴びるとどのような影響があるのかご存知でしょうか。人体が放射線を受けると DNA、遺伝子が傷つきます。しかし DNA には修復能力があるため、放射線量が低ければ簡単に修復するため問題はありません。ところが修復が完全にできずミスがあると DNA 異常や
がん細胞が発生してしまい、がんや遺伝的影響の原因となるのです。こう聞くと、やはり体に悪いものだと感じるかもしれませんが、例えば発がんリスクは100ミリシーベルト未満では極めて起こりにくいと考えられています。私たちが年間で受ける放射線の量は、自然放射線が 2.1 ミリシーベルト、CT スキャンなど医療行為によるものが 3.87 ミリシーベルト、その他が 0.01 ミリシーベルト、合わせて 5.98 ミリシーベルトです。100ミリシーベルトがどれだけ多いかがわかりますね。100から150ミリシーベルト以上で発がん率が高まると言われていますが、それも一度に一気に浴びた場合の話。ゆっくりと被爆した場合には、その影響はさらに低くなると考えられています。また、体内に取り込まれた放射線物質は、新陳代謝によって体外に排出されるため、いつまでも体の中に溜まり続けるわけではないのです。ちなみに、一度にたくさんの放射線を受けると、人体にどのような影響を及ぼすかというと、被爆線量が500ミリシーベルトを超えると、白血球の減少や白内障が見られ、1000ミリシーベルト以上になると、吐き気や下痢などの症状が現れます。そして、4000ミリシーベルトを全身に浴びると、被爆した半数の人たちが骨髄障害で死亡。7000ミリシーベルトになると、100% の人が死に至ります。今回話題となっていた韓国の放射線量は、例えば 0.119 マイクロシーベルトを24時間、365日浴び続けたとしても、年間の放射線量は 1.04 ミリシーベルト。東京が 0.32 ミリシーベルトですので、年間で 0.7 ミリシーベルトほどの差しかないことになります。室内だともっと低くなるはずなので、日本より多いというだけで、それほど大きな問題ではありません。日本も福島原発事故など、放射線による問題が未だに取り沙汰されることがありますが、何が正しいのかを判断できるよう、基本的な知識を身につけておきたいですね。皆さんは海を眺めたり、波の音を聞いたりするのは好きですか？日本は海に囲まれているため、電車や車で少し移動すれば海が見られますよね。海面が太陽の光を浴びてキラキラと輝く光景は何とも言えない美しさがありますが、近年海洋汚染によりその光景が見られなくなった海も少なくありません。プラスチックゴミや船などから漏れた油が原因とされ、これについてはメディアでも大きく取り上げられていますが、放射性物質など目に見えない物質による汚染は意外にも大きく報じられていないのが現状です。今回は韓国で判明した放射性物質の流出に関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私、黒のナレーションでご紹介させていただきます。2021年9月、原子力安全委員会は韓国のキョンジュ市にあるウォルソン原子力発電所にて行われたトリチウム、別名三重水素の第一次調査結果と計画を公開しました。この調査は、ウォルソン原子力発電所民間調査団と原案疎通協議会が行ったもので、使用後の核燃料プールと遮水構造物などの健全性及びガンマ各種流出の有無、タービンギャラリー内における高濃度トリチウムの検出原因、1号機のタービンギャラリー艇の沈殿物にガンマ各種を検出した原因の検討、敷地内の観測艇における測定値の推移分析と原因、外部環境への流出の有無などの調査が行われたようです。調査結果によると、ウォルソン1号機における使用済み核燃料プール SFB 構造体周辺の土壌、そして水のサンプル深度9メートルから放射性核種が検出されました。土壌サンプルではガンマ核種が 1g あたり最大 0.3 ベクレル検出。これは自主処分許容濃度である 0.1 ベクレルの約3倍にあたる量です。水サンプルではトリチウムが1リットルあたり最大75万6000ベクレル、ガンマ核種が 1g あたり
最大 0.14 ベクレル検出されました。なお、ガンマ核種の核種は原子核の組成や核の中の陽子の数を表します。原子核は種類または核種によってアルファ線、ベータ線、ガンマ線などどの放射線を出すのかが異なり、このうちガンマ線を放出するのがカリウム40や鉛214、ビスマス214、セシウム137、コバルト60などです。水サンプルから検出されたトリチウムは陽子1つと中性子2つから構成される核種で、三重水素とも呼ばれています。三重水素の原子核は不安定な状態にあり、原子核はその不安定さを解消するため、陽子と中性子の個数を変えてバランスを取り、異なる原子核へと変化。この時放射線が放出されるのです。調査団は SFB の壁と遮水構造物の状況を総合的に考えれば、1号機の SFB の遮水膜が1997年に円形の設計と異なって施工され、意図していた遮水機能を遂行できなかったものと判断しています。しかし、海洋側の既存事業者による地下水観測口深度約20メートルではトリチウムやガンマ核種の濃度に変化が見られなかったのだとか。調査団は地下水を通じた敷地内の放射性物質の流出の有無を確認するため、地下水の流れも分析しているそうです。このニュースに対し、海外から様々な反応が寄せられています。その一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。なんで地震や津波の被害を受けたわけでもないのに放射能が漏れてるんだよ。これってずいぶん前から漏れてたってことでしょ。大問題じゃん。つまり1997年から漏れてたってことだよね。20年以上も前から放射能が漏れてたのに、気づいたのは最近になってからって、今までの管理体制は一体どうなってたんだ。韓国のことだ。どうせ知っててずっと隠してただけだろ。これで日本の福島の汚染水問題を叩いてる場合じゃなくなったね。日本はずっと韓国の原発も汚染物質を垂れ流してるって言ってたけど、それが正しかったって証明されたのね。日本は地震と津波の被害があったからまだわかるんだけど、私の国の原発は何もしてないのに放射能が漏れてるって、この国終わってるね。韓国は狭い国土の中にたくさんの原発があるから、もし事故が起きたら一瞬で終わるね。今のうちに国外に引っ越すしかない。もはやこの国は放射能の塊みたいなもんだな。今回のことで韓国で原発は無理ってよく分かったはず。さて、原発推進派はこれにどう反論するのかな。以上が海外の人たちの反応です。日本の汚染水問題を散々叩いてきたからこそ、今回の韓国の問題について海外から厳しい意見が多数寄せられていました。なお、今回の調査が行われたきっかけは2019年に遡ります。同年4月にボルソン3号機タービンギャラリーのマンホール内に溜まった水からトリチウムが検出されたのです。これを受けて2021年3月に民間調査団と協議会を構成し、調査に乗り出しました。民間調査団の関係者によると、韓国水力原子力から提供された資料には鮮明ではない図面がある。そのため構造把握が難しく、回答資料の提出も遅れており、調査は困難であると述べています。今回の韓国の放射線物質の流出原因は、設計とは違う形で施工し、意図していた遮水機能を遂行できなかったことだとされていますが、人の命に関わるような重要な施設を設計と異なる形で施工するというのはありえないことです。何のために前もって念入りに設計するのか、今一度韓国にはしっかりと考えていただきたいですね。
ここまで韓国のずさんな管理体制についてご紹介しましたが、ここからは日本の汚染水の処理方法についてご紹介します。2021年3月、日本は東日本大震災から10年を迎えました。震災の際に起きた福島第一原発の事故は、その後何年にもわたって続く風評被害の元凶となり、今なお多くの人を苦しめています。この事故から復興するために必要なのが、廃炉を着実に進めること、そして周辺環境への放射線リスクを低減すること。そこで注目を集めたのが多角種除去設備 ALPS です。 ALPS は汚染水に含まれる放射性物質が人や環境に与えるリスクを極力抑えるために、薬液による沈殿処理や吸着剤による吸着など、化学的物理的性質を利用した処理方法なのだとか。トリチウムを除く62種類の放射性物質を国の安全基準を満たすまで取り除けるように設計されています。 ALPS などの技術を用いて浄化処理された水は現在タンクにて貯蔵管理されているそう。しかしタンクにも限りがあることから、今後この水をどうするべきなのか各専門機関で議論されています。さまざまな案の中の一つとして、海への放出が視野に入れられているのだとか。実際に国内外でトリチウムの基準値を定めて海へ排出する方法が取られています。経済産業省によると、事故前の福島第一原発は年間約 2.2 兆ベクレルを海に放出していたそう。福井県にある関西電力高浜原発などからは年間18兆から83兆ベクレル、韓国の古里原発では2016年に約45兆ベクレルを海に放出しています。また、再処理施設などでは排出されるトリチウムの量が桁違いに増えるといい、フランスのラアーグ再処理施設では1年間の排水に含まれるトリチウム量は1兆の1万倍に相当する1京ベクレル以上になるそうです。日本でも青森県六ヶ所村にある再処理工場で試運転が行われた際、3年間で2150兆ベクレルのトリチウムを海に流しています。このように私たちが知らないだけで、トリチウムは国内外の施設から海に排出されているのですね。なお日本のトリチウムの排出基準は1リットルあたり6万ベクレルです。福島第一原発の処理水の処分において、政府などは国の排出基準を大幅に下回る1リットルあたり1500ベクレル未満に海水で薄めて放出する予定だとしています。この数値は福島第一原発で汚染されていない地下水を海に処分する際と同程度なのだとか。そう聞くと少し安心できますよね。とはいえ、環境への蓄積により水産物を食べることで内部被曝につながるのではないかとの見方もあり、簡単に海へ排出するとは決められないのが現状です。今後政府がどのような決断を下すのか、私たちは見守り続けなければなりません。今回は韓国で判明した放射性物質の流出に関する話題についてお送りしてきました。当初の設計予定とは違うものを作り、それによって意図していた遮水機能を遂行できなかった点は、これまでに何度も危険な建造物を作ってきた韓国らしい欠陥でしょう。しかし多くの人を巻き込みかねない放射線を扱う施設において失敗があってはならないのです。日本では東日本大震災に伴う処理水の処分方法が定まっておらず、海洋排出を行うのか、それ以外の方法を模索するのか、議論が繰り広げられています。私たちにできることは限られていますが、偏った報道に惑わされないように、正しい知識をつけることが大切です。ちなみに私は今回の件で、日本の基準値が世界よりも非常に厳しく定められ、環境に配慮しているなと感じました。自分の生活の中で行っている環境への配慮を振り返ると、ゴミの分別をしっかりする、
繰り返し使えるものを選ぶなどの点が挙げられるのですが、皆さんは環境に配慮するためにどのようなことに取り組んでいますか？よろしければぜひコメント欄で教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。